と草加市の公立保育園やセンターで働く職員です。日々子どもたちと一緒に過ごしています。子どもを英語で言うとチルドレン、私たちの連名となっています。ちょっとダジャレなネーミングですが、ぜひ覚えて応援よろしくお願いします。さあ、それでは本日草加チルドレンラストのステージ頑張っていきたいと思います。草加チルドレン、草さらさいさい構え。
のご声援と拍手ありがとうございました。レイ、はい、チルドレンの皆さんありがとうございました。今一度今一度拍手お願いします。さあ続いてまだまだ草加のチーム